はい、レッドのパパでーす。今日はですね、リクエスト動画となります。まあリクエストと言いましてもですね、先日行ったライブの中での、まあ、あの会話の中で出てきたパーツの名前なんですけども、まあ、今回はですね、バックドアに、LED をつけるやつっていう感じで言われたんですけども、まあ、要はですね、バックドア開けると、まあ天井部分から、LED で下を照らしてくれるってやつですね。まあ私ね、よく釣りとか行くんで、バックドアを開けて、後ろのラゲッジスペースで、まあ、仕掛けを作ったりとかするんですけども、どうもね、一番暗い場所だなと思って、まあ何かいいものないかなっていうのでね、まあ、ネットで調べると、まあ、ギャラックスというメーカーからね、そういったキットが販売されております。で値段をね、見てみるとね、最安値でもね、1万3000円ぐらいするということで、まあ当時ね、取り付けした時はもう、とてもじゃないけど、まあ、これぐらいのものでね、1万3000円を用出さないなと思って、まあ何か自分でできないかなということから始まってね、実際に取り付けに至ったわけです。で、今回ね、まあギャラックスの、製品ね、いいもんですけども、まあ私の中では高級ブランドなんで、買えないということで、何か代わりになるものないかということでね、自分で作ってみた結果、まあ堂々の商品になったんじゃないかなと思います。はい。ではね、まず商品の方の紹介と、で、まぁ、今回はね、LED の制作の、制作編ということで、次回ね、ちょっと長くなっちゃいますんで、次回は、車両の取り付け編という形で、今回は LED の制作を、皆さんにお伝えしますんで、まぁ、ぜひね、やってみてください。ではね、パーツの紹介していきますね。はい、まずね、ギャラックス製の、商品、まあ、どのようなものかわからない方、たくさんいらっしゃるかもわからないんですけども、まあ、通常ね、バックドア開けてもらうと、こういったね、小窓があります。こういった感じで。これね、確かバックランプの、点検口みたいな感じでね、まあ、毎日バックランプが切れた時に、まあ、電球交換、するための、まあ、点検口みたいな感じで、蓋がついてます。で、開けるとね、まあ、確かバックランプだったと思います。ナンバー灯だったかな、ちょっとどちらか忘れちゃったんですけども、まあ要は電球を交換するための点検口だと思っていただければいいと思います。で、そこの蓋ですね、ここの蓋をですね、こういった感じで、こんな感じですね、蓋の中に LED を仕込んで、で、まあ開けた時にね、上から電球を照らしてくれて、まあこのスペースが明るくなりますよっていう商品ですね。で、まあ釣りをする、私にとっては、もう絶対欲しいパーツだなと思ってね。まあ値段で躊躇したんですけど、結局自分で作ってみました。で、要するにね、このような形ですね。まあこれは内装色、内張りの色の違いだけなんで、まあ私の場合はこちらの方なんですけども、まあこのような形のパーツをなんとか作れないかということで、まあちょっとオートバックスに出向いて、で、まあ物色したところ、ありました。いいものはね。はい。ではね、それを紹介していきます。それはですね、こちらですね、私の得意分野ですけども、A 門製ですね。まだ言いますけど、A 門か、A 門なんですかね。ちょっとイントネーションわかりませんけど、A 門製の、3連フラット LED、この商品をまず使います。これですね。まあ、3つ、LED の球がついてますんで、まあまあ明るいです。品物はね。で、こちらですね、レンズカバー。これは、先ほどのこの LED のカバーになります。で、これね、両方買っても1200円ですね。Amazon で買っても1200円になりますので、まあ大体、両方ともね、600円ずつになりますので、ということは1200円 ×2 になりますので、2400円。で、ギャラックスの、ネットでの最安値が1万3000円ぐらいだったんで、まあここで単純にね、1万円以上はお得かなと思います。はい。でね、実際にどうやってつけていくかっていうことなんですけども、まあ、先ほどのバックドアのね、内張りの方から、この蓋の部分ですね、カバーを外していただくことになるんですけども、まあ、外し方はね、このように4箇所、爪で引っかかってるだけです。で、爪といってもね、実際に引っかかってるのはこっち側だけで、ここはね、溝にね、もうはまってるだけですね。穴があって、そこにポッとはまってるだけなんで、こちら側、ちょっと、ここにね、隙間が、内張りの方を見ると隙間がありますんで、そこにね、内張り外しを差し込んで、こじれば、ポコッと浮いてきますん で、それを外して、まあ、お家の方に持ち帰ってください。で、今度はね、先ほどのここのレンズですね。レンズの部分を、まあちょっと穴開け加工したいので、私、ね、貧乏症なんでいい工具持ってないので、ちょっと見てすぐわかる方はすごいなと思うんですけど、これね、ハンダーごてで、溶かしながら開けました。で、大体ね、ここに線が入ってるんですけど、
ここですね。ここに線が入ってるんで、大体のセンターラインですね。センターを決めて、で、徐々に穴開けをしながら、レンズの、透明部分ですね、はめながら、その E1 というか、穴の大きさを、どんどん決めていきます。で、溶かしていくとね、やっぱり、溶けた部分がね、沿ってきたりとかしますんで、そういった部分はニッパーでカットしていきながら、形をね、整えていきます。で、あとはね、仕込んだ、LED ですね、カバーをつけた LED に、ギボシ加工をしておきます。で、なぜギボシをつけるかって言いますと、まあ、なかなかね、バックドアの内張りを外すっていうことは、まあないとは思うんですけども、次何か外すことがある場合ですね、これをね、普通に血栓してしまうと、配線を切らないと、取れなくなっちゃいますので、取れるようにね、ギボシをしておくことによって、毎日内張りを外すことがあっても、この配線を切らなくて済むようにね、こちらはギボシ加工してます。で、あとはね、このようにね、なるんですけども、見た目はね、レンズがちょっと出てないように見えますけども、実際見るとね、ちょっとだけレンズがポコッと出てる感じになります。で、裏面をですね、はめてもらって、ここにね、ホットボンドですね。この縁にホットボンドを流し込んで、固めてます。ガチガチにね。もうこれでもかっていうぐらいね、固めておけば、外れることはないです。今のところね、もう多分5年ぐらいになるとは思うんですけども、一回もこれはね、外れたことないので、何回か内張りも外してますけども、衝撃にも、耐えてくれてますんで、ホットボンドはね、1個につき1本のスティックありますよね、ホットボンドの。あれをね、惜しみなく、大量に使ってください。で、ここまでできましたら、点灯確認ですね。点灯確認の仕方なんですけども、ここのね、ギボシに、乾電池ですね。四角い乾電池。あれ何型っていうんですかね。ちょっと忘れましたけど、昔よくおもちゃにあったんですけど、真四角のね、長方形の電池があると思いますけども、あれはね、12V ぐらいですと、点灯しますんで、その電池を用いて、プラスマイナスの接点を電池に当てるとですね、このように点灯はします。で、点灯すればね、問題ないということで、一応これで完成という形になります。で、今回ね、注意点としましては、やっぱり穴開けの部分ですかね。ちょっと戻りますね。ここですね。穴開けをちょっと失敗してしまうと、ちょっと見た目不細工になっちゃうので、最初はね、穴は小さめから行ってください。で、小さく、開けながら、レンズをはめながら、で、ちょっとまだ、レンズがしっかりはまらないなと思えば、またもうちょっとね、ハンダで溶かしながら、もう私の場合はハンダですけど、一番いいのは超音波カッターとかね、あればね、すぐ切れちゃうのでいいんですけども、皆さん持ってる工具をうまいこと利用してね、穴開けを徐々に小さいやつから、徐々に大きくレンズをはめながら、形成していけば、失敗はないと思います。最初からね、いきなりこれぐらいだろうと思って、大きい穴開けちゃうと、結構ブカブカになっちゃうと、もう後戻りできませんので、見えにくいところといえば見えにくいんですけどね、やっぱりね、やるからにはしっかりね、満足のいくものを作っていただきたいので、ここはちょっとシビアにね、穴の大きさ、調整していって、ください。で、最終的にこのような形になって、で、あとはね、車両に取り付けるんですけども、電源の取り方はですね、ラゲッジの、後ろ開けたら右側にラゲッジランプありますよね。あそこの方にね、直接電源を取りに行きますんで、で、ギャラックスの場合は、あそこから分岐するキットが付属してますので、配線はすごく簡単になってます。で、今回ね、それを私ヒントに同じようなことをしてますので、その配線の方法はね、次回ね、お伝えしますので、お楽しみにしておいてください。はい。ではね、今回は、バックドアの LED の製作編ということで皆さんにお伝えしました。今回の動画ね、参考になったと思われた方は、高評価お願いいたします。で、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、次回ね、車両取り付け編ということでお会いしましょう。バイバイ。